織田信長、尾張の大津家から天下人にまで成り上がった人物である。その波動の行く手には様々な敵が立ちはだかった。信長は運も味方にしながらそれらの敵を跳ねのけていく。そして天下人になった後、本能寺にてこの世を去る織田信長の激動の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、行儀が悪い信長。1534年、尾張の国にて信長は生まれる。のぶー。その頃の織田家は外敵に囲まれて争い続きだった。厄介な。さらに自国である尾張の国も統一できておらず、突然後ろから刺されてもおかしくない不安定な状況であった。信長の父信秀は日々進路を重ねていた。そんな中、嫡男の信長は大内家と呼ばれていた。はしたないですよ、信長様。ウェーイ。しかし奇抜な行動や服装が悪目立ちしていたが、不真面目なわけではなかった。信長は馬術の訓練を欠かさず水泳にも励んでいた。さらに鉄砲や弓術などにも熱心に取り組んだという。しかし服装は派手であった。信長様、ほんとちゃんとして。そんな中、父信秀は美濃の国の斎藤道さんと和睦する。敵が多すぎる。うむ、和睦か。この和睦により信長は道さんの娘濃姫と結婚する。信長が10代半ばの頃である。あはは、うつけの嫁。これでひとまず美濃方面の危機は抑えられたか。それから数年後、1552年、父信秀が病気でこの世を去る。信秀の葬儀での出来事。信秀様が亡くなられた今、我らはどうすれば。今川は怖いし、斎藤道さんもいつ裏切るかわからないし。あ、信長様。そうい。信長は父信秀の位牌に向かってお香を投げつけたという。あんなものが織田家をまとめられるはずがない。終わった、うちの家終わった。うん。嫡男の信長が家督を継承するが、葬儀での気候や前評判の悪さから、家中では信長を認めない者も多くいた。信秀の死により織田家は混乱し、骨肉の争いにつながっていく。チャプター2、教育係の切腹。織田家家中に不穏な空気が流れる中、信長は家老である平手正秀の息子と馬をめぐって喧嘩していた。この馬早そうだな、俺にくれ。仕事で使うから嫌です。くれ。いや。喧嘩しとる。そんな状況に平手正秀は頭を悩ませていた。二人のいさかいを収めるため、平手正秀は切腹する。信長は平手正秀の死に嘆き悲しんだという。すまない、じい。俺はこのままでいいのか。同時期に信長は義理の父である斎藤道さんと面会している。大内家だと評判の婿殿を一目見ておこう。評判通りなら。面会の際、道さんが目にしたのは多数の鉄砲隊を率いる清掃の信長であった。お、全然うつけじゃないじゃん。道さんは信長の様子を見てその器量を見抜いたという。この逸話が事実かは不明だが、これ以降道さんと信長が良好な同盟関係を維持し続けたのは確かなようである。ち、美濃のマムシが後ろにいるのは厄介だな。道さんの存在は信長にとって強力な後ろ盾であった。しかし1556年、20代前半の頃、斎藤道さんが家のいざこざによりこの世を去る。道さんが消えたことで信長は後ろ盾を失うことになる。これは戦になるな。チャプター3、弟に裏切られる信長。道さんの死から数ヶ月後、
織田信雄、謀反。実の弟である織田信雄が信長に牙を剥く。あのうつけに織田家は任せられません。今こそ挙兵の時です、信雄様。うむ、ぐふ。信長は信雄との戦いに勝利する。実の弟でしょ、情けはないのですか。この時は二人の母ドタ御前の取りなしもあって信雄を許している。それから2年後、信雄再び謀反を計画。信雄は再度信長に謀反を起こそうとする。今度こそ。信長は二度目の謀反を許さなかった。覚悟しろ信雄。兄上。信雄の謀反を察知した信長は信雄を騙して城に誘い出し殺害した。よし。ちなみに信雄の謀反を密告したのは信雄の家臣だった柴田勝家である。器量を見誤った、このお方はただ者ではない。その後勝家は信長の重臣となり多くの武功を挙げることになる。信雄との家督争いに勝利した信長であったが、それから間もなく大きな危機を迎える。チャプター4、桶狭間の戦い。1560年、今川義元が大軍を率いて尾張方面へと進攻してくる。信秀は死んだ、後継はうつけだ、今こそ好機である。その時の今川義元は60万石を超える大大名であり、街道一の弓取りと恐れられた実力者であった。尾張の国清洲城。殿、兵力はこちらが完全に劣っております。ここは城にこもり迎え撃つのがよろしいかと。2万を超える今川軍に対し信長の軍は5000人程度、圧倒的に不利な状況であった。同情すればいずれ自滅する。出るぞ。信長は牢城ではなく出撃することを決める。そうこうしている間にも今川軍は着々と進行していた。砦落とした、我が軍の勝利は目前だぞ。ちなみにこの時今川軍の先鋒を任されていたのが徳川家康である。丸根砦でも鷲津砦でも落とされました。今川の大軍はすぐそこまで迫っています。殿。運は天にあり。ん？もみ合いの中から敵の隙をついて一気に追い崩せ。増兵の首に構うな、狙うは大将の首一つだ。うこの戦に勝てば末代までの名誉となるぞ。今川義元を討つ、俺たちが討つ。殿。信長は兵を鼓舞し今川軍の本陣へと向かった。そして義元覚悟。織田軍は今川軍の総大将今川義元を討つ。指揮官を失った今川軍は戦意喪失。こうして桶狭間の戦いは織田軍の勝利で幕を下ろす。信長が20代半ばの頃であった。勝った。戦いの経緯は諸説あり、奇襲がうまくはまった、正面から退治した、大雨が味方したなど様々な考察がされているが、なぜ勝利できたのかはっきりとは分かっていない。しかし今川義元が討ち死にして織田信長が生き残ったのは史実である。街道一の弓取りと評され、上洛に一番近いと言われた今川義元の死は全国の大名に衝撃を与えた。まさかあの今川義元が討たれるとは。織田信長、とんでもないやつだ。織田信長の武勇は天下にとどろく。今川軍として戦に参加した徳川家康は戦後今川家を離れて信長と同盟を組む。この人についていくべきだな。信長の評価は家中でも見直されていく。そして悲願だった尾張統一を果たす。その頃京都では歴史を揺るがす大事件が起こっていた。1565年、永禄の変。室町幕府の第13代将軍足利義輝が殺害される。国の実質のトップが大名に殺されるという前代未聞の事件であった。世の中は
さらなる混迷の時代へと突入していく。そして信長はこの混乱の中で天下人となり上がっていく。その行く手には全国各地の強大な大名らが立ちはだかることになる。1560年、桶狭間の戦い。この戦いで織田信長は絶大な力を持っていた今川義元を破った。その後徳川家康と同盟を組み尾張統一も果たした。この人についていくべきだな。信長は飛ぶ鳥を落とす勢いで力を増していく。そんな中、京都では歴史を揺るがす大事件が起きていた。チャプター1、京都へ向かう信長。1565年、永禄の変。室町幕府の第13代将軍足利義輝が三好氏らに殺害された。国の実質トップが大名に殺されるという前代未聞の大事件である。日本中を混乱の渦に巻き込んだ大事件だったが、この事件こそ信長が天下人になる最大のきっかけであった。殺害された将軍の弟足利義昭は諸大名に上洛への協力を求めた。兄上の意思は私が引き継ぐよ。私と共に京都に入り幕府再興してくれ。この要請に応えたのが信長であった。私にお任せください。おお、織田さん、すぐにでも京都に向かおう。あ、いや、え、やっぱり美濃を攻略した後でいいですか。え、義昭の上洛要請に応じた信長だったが、両国の秩序維持のため隣国美濃の国の斎藤氏排除を優先する。斎藤道三亡き後、斎藤氏と織田氏の仲は険悪になっていた。ちょっと待っててください。ちょっとってどれくらい。約2年後。さあ京都に向かいましょうか。めっちゃ待ったよ。信長は斎藤氏を滅ぼし美濃の国を平定。その上で義昭の上洛作戦を実行に移した。こうして信長と義昭の上洛戦が始まる。いざ京都。そう簡単には上洛させん。その途中で六角氏などの妨害もあったが、同盟を組んでいる浅井軍、徳川軍の援軍もあり、これを突破する。我らも加勢します。頼むぞ。そして信長は義昭を京都まで送り届けることに成功する。着きました、義昭様。着いた。1568年、足利義昭が室町幕府第15代将軍に就任。幕府再興を果たす。やったー。義昭は上洛の最大の功労者である信長を称えた。ありがとう。ここまで来れたのは信長のおかげ。ありがたきお言葉。まるでお父さんかのよう。ん？義昭は信長に室町殿御父という称号を与えるほど信長のことを慕っていたようである。こうして信長は将軍の補佐役として中央政権で力を握った。しかしこの体制を快く思わない者も多くいた。チャプター2、信長包囲網。1570年、30代半ばの頃、信長は将軍義昭の名のもと各地の大名に上洛を要請していた。新しい将軍です。とりあえず京都まで挨拶に来なさい。諸大名が上洛する中、上洛要請に応じない大名がいた。越前の国の朝倉義景である。信長のいいようにさせるか。信長は再三の上洛要請に応じない朝倉氏を謀反の恐れありとみなし進行を開始する。朝倉を攻める。この時予想外の事態が起こる。浅井長政違反。兄上、ご覚悟めされよ。な、同盟関係にあった浅井長政が裏切り、織田徳川連合軍の背後から襲いかかってきたのだ。朝倉氏は古くからの同盟相手。兄上といえども見過ごすことはできない。何としても信長様をお守りするぞ。絶体絶命の窮地であったが、明智光秀や木下秀吉の働きもあり、なんとか難を逃れる。これ以降信長は各地の反信長勢力と戦いを繰り広げることになる。そして、さてそろそろ動くかね。甲斐の虎、武田信玄。戦国最強と謳われる武田信玄もまた信長と敵対するようになる。信玄率いる武田軍は
信長の同盟相手である徳川家康の領地に侵攻、城を次々と落としていく。ギャース！三方ヶ原の戦いでは家康がうんこを漏らすほどの大敗をしている。強すぎる！これはいかんな。そんな信長に追い打ちをかけるようにさらなる危機が訪れる。え？信長より信玄の方が強いじゃん。足利義昭の裏切り。私は信玄の味方をするよ。な、義昭は信玄の活躍を見て信長との決別を選ぶ。絶対絶命の状況であった。この時天狗は信長に味方をする。1573年、武田信玄病死。この出来事により武田軍は撤退、信長は窮地を脱する。どうにか命を拾ったな。さて。その後なんやかんやあって信長は将軍義昭を京都から追放する。こうして室町幕府は事実上の滅亡を迎えた。武田信玄の死と将軍義昭の追放により信長は天下人へと成り上がっていく。しかしその行く手にはもう一人の戦国最強が立ちはだかることになる。チャプター3、軍神との戦い。1573年、浅井朝倉氏を滅亡させる。1574年、長島一向一揆を鎮圧。1575年、長篠の戦いにて武田軍に干渉。信長は数々の敵をなぎ倒していく。そして1575年、信長は朝廷から右近衛の大将を任ぜられる。事実上の天下人認定であった。よーし。40代半ばの頃である。しかし依然として反信長の勢力は存在し続けていた。中国地方の覇者毛利氏、強大な軍事力を有する石山本願寺、鉄砲傭兵、地侍集団、雑賀衆、そして越後の龍上杉謙信。1577年、手取川の戦いにて織田軍は上杉軍に完敗している。ぐぬぬ、さすがは越後の龍。しかしまたしても天狗は信長の味方をする。1578年、上杉謙信急死。手取川の戦いの直後、謙信が急病でこの世を去る。北方の脅威がなくなったことで織田軍はさらに勢いを増し、全国各地の支配を加速させる。今が好機。信長は全国各地に家臣を派遣。この家臣らの軍を方面軍と呼ぶ。北陸方面柴田勝家、東海道徳川家康、山陽山陰方面羽柴秀吉、四国方面織田信孝、丹羽長秀、そして最も重要な近畿地方は明智光秀が任された。方面軍は全国支配に向けて各地を平定していく。そして1582年、織田軍は武田勝頼を自害に追い込む。こうして武田氏は滅亡した。武田氏の滅亡により天下統一は目前にまで迫ることになる。甲州征伐後、信長率いる軍は富士山見物をしたという。なんと大きな山だ、能光秀。ええ。それから2ヶ月後、信長は運命の日を迎える。チャプター4、本能寺の変。1582年6月、京都。明智光秀、謀反。敵は本能寺にあり。明智光秀は信長の滞在する本能寺を1万の軍で包囲した。どこの軍勢じゃ？明智様の軍勢のようです。光秀か、是非に及ばず。信長は寺に火を放ち、炎の中に姿を消した。享年49。信長の死後、織田家は急激に衰退していくことになる。織田信長、尾張の国の小さな家に生まれ、天下人にまで成り上がった人物である。その生涯は日本の歴史に大きな影響を与えた。天下人信長がいなければ、豊臣秀吉の天下取りも、徳川家康の江戸幕府も存在しなかったかもしれない。現代日本の姿も今とはまるで違うものになっていただろう。豊臣秀吉、戦国時代の日本の中で
農民から日本のトップに成り上がった人物である。日本の歴史の中で最も出世した男だと言えるだろう。英雄視すらされた秀吉だが、晩年には暴君のごとく振る舞った。日本の歴史を良い意味でも悪い意味でも動かした秀吉の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、農民から武将へ。1537年頃、尾張の国、農民の家に秀吉は生まれる。秀吉の出生についてはわからないことだらけである。生まれた年も不明確で、家柄も諸説ある。確からしいのは、身分が低い家の出身だったということである。身分が低かったため出生の記録は残っていない。そんな下層階級出身の秀吉だが、誕生から約50年後に日本のトップになり上がるのである。秀吉の運命が変わったのは誕生から十数年後のことである。尾張の国、織田家。10代後半となった秀吉は尾張の国の戦国大名織田信長に仕えた。実力があるやつはどんどん出世させるから頑張れよ。実力さえあれば出世できる。信長は実力主義であり、実力がある者は身分を問わず積極的に登用していた。俺はこの人の下で出世してみせる。どんなことをしても出世してみせる。実力主義の信長に仕えたことが、これ以降の秀吉の人生を大きく変えた。この頃の織田家はまだ小さく弱い家だったが、信長のリーダーシップの下、急激に力を増していた。そしてそんな織田家の中で秀吉も急成長していく。秀吉は織田家の中でがむしゃらに働いた。台所の雑務、石垣修理などどんなことでも積極的に引き受けた。何でもやりますよ。そして期待以上の成果を出した。台所で使う薪の量を減らしました。石垣修理にかかる時間を短縮しました。ほう、お前は頭が良いな。まだまだこんなもんじゃありませんぜ。こうして秀吉は徐々に信長からの信頼を得ていった。秀吉が信長に仕えてから十数年後、織田家は東海地方で大きな力を持つ今川義元を倒したことでさらなる急成長を遂げていた。そんな織田家の中で秀吉は順調に出世し、確固たる地位を築いていた。30代前半の頃である。わっはっは。多くの配下を従えて戦で活躍もするようになっていた。みんな頑張ろうぜ。弟の秀長をはじめ、竹中半兵衛、八塚正勝など優秀な人材が秀吉のもとに集まっていた。一生ついていきますぜ。配下の力を借りながら秀吉は戦いの中で多くの成果を上げた。信長様のため戦うぞみんな。織田家も秀吉も絶好調だったが、困難もあった。信長の義兄弟である浅井長政が裏切った時には、信長もろとも秀吉も死にかけるほどの大ピンチに陥っている。死んでも信長様を守るぞ。秀吉はどうにかこうにか困難を突破し生き抜いた。あの戦いはやばかったですね。よくやってくれた。お前には命を救われたぞ。その後だけは反転攻勢を開始し、浅井家を滅ぼした。その戦いの中でも秀吉は大きな功績を挙げている。そして1573年、秀吉は数多くの功績が評価され、浅井氏の旧領地を与えられて長浜城の城主となった。秀吉が30代半ばの頃である。俺もついに城持ちだ。これからも信長様の下で出世していくぜ。秀吉は信長を信頼し、信長もまた秀吉を重用していた。今回の戦もよく働いてくれた。信長様のためなら何でもやりますよ。ただし時には戦でミスして信長にガチ切れされることもあったという。お前マジでいい加減にしろよ、ハゲネズミ、この野郎。そんなことがありながらも、秀吉は織田家の家臣の中で明智光秀に並ぶほどトップクラスの地位を築いていた。信長様は怖いお人だけど、なんだかんだいい主君だよな、明智殿。うん、ええ。チャプター2、中国地方攻略。1570年代、織田信長は敵対勢力を次々と倒し、その支配を全国各地に広げようとしていた。信長は天下人として織田政権のトップに君臨していた。そんな中、秀吉は信長に大きな仕事を任される。中国地方の攻略はお前に任せる。はい。
1577年、秀吉は信長から中国地方の攻略を命じられた。毛利家と激しい戦いになるかもしれない。より一層気を引き締めねばな。中国地方は織田政権にとって脅威だった毛利家の影響が強いエリアであった。秀吉の中国地方攻略は熾烈な戦いの連続であった。味方の裏切りなど数々の困難を乗り越えながら秀吉は西へ軍を進めていく。1579年、有岡城陥落。1580年、三木城陥落。1581年、鳥取城陥落。1582年には秀吉率いる軍勢は備中の国にまで到達した。備中高松城を攻め落とせ。備中高松城の戦いでは毛利軍の主力部隊と対峙している。さすがは毛利軍、とんでもない迫力だ。だが負けん。秀吉は毛利の大軍におじけづくことなく備中高松城の攻略を進めていった。秀吉が戦いを有利に進める中、事件が起こる。チャプター3、本能寺の変。1582年、京都本能寺。本能寺の変、織田家の重臣である明智光秀が謀反を起こし、主君織田信長を自害に追い込んだ。さらに信長の息子である織田信忠まで命を落とした。信長と信忠の死により織田政権は大混乱。京都は明智光秀によって掌握された。中国地方にいた秀吉が信長の訃報を知ったのは事件から約2日後のことだったという。信長様が死んだ。明智殿が謀反。なぜこんなことに。なぜなぜ。兄上、我らはこれからどう動けばいい。方針を示してくれ。秀長。軍のトップである秀吉に落ち込んでいられる時間はなかった。今すぐ毛利と講和し戦いを終わらせる。急ぎ京都に戻るぞ。そして信長様の仇である明智光秀を討つ。おお。秀吉はすぐさま毛利軍との講和交渉をまとめ軍を率いて京都へと引き返した。その行軍スピードは凄まじく、秀吉は数万の大軍を率いながら備中から京都までの約230キロをおよそ10日間で踏破した。この行軍は後の世で中国大返しと呼ばれた。本能寺の変から約11日後、秀吉は明智軍を破り謀反を起こした明智光秀を撃破した。よっしゃー。天下人信長の仇である明智光秀を討伐した。この事実は秀吉が新たな天下人となるための大きな一歩となった。信長様の築いた天下を俺が守ってみせる。信長様のことをずっと見てきたこの俺にしかできない。信長亡き後、秀吉はどのような考えを持っていたのだろうか。チャプター4、天下人へ。信長亡き後、織田家の後継者とされたのは信長の孫である三法師であった。しかし実際に権力を握っていたのは秀吉であった。そんな秀吉の態度に信長の三男信孝と織田家重臣柴田勝家は反抗した。調子に乗るなよ秀吉。お前、織田家を乗っ取るつもりだろ。俺は三法師様を守りたいだけだ。嘘つけ。こうして両者の対立は武力衝突に発展した。その結果秀吉はこの戦いに勝利する。そして敗北した柴田勝家と織田信孝は切腹に追い込まれた。こうした戦いを経て秀吉は織田家の中でさらに影響力を増していった。その後も秀吉は信長の次男信勝や信長の盟友徳川家康らと対立し戦いを繰り広げるが、調子に乗るな秀吉。最終的には秀吉が戦いを制した。徳川家康も織田信勝も秀吉陣営に取り込まれていった。いつしか秀吉の力は主家である織田家よりも大きなものとなっていた。1584年には13位の官位を与えられて、身分的にも軍事力的にも三法師や織田信勝よりも立場が上となった。もはや俺に敵はいない。今こそ信長様が成し遂げられなかった天下統一を目指す。強大な力を得た秀吉は全国各地に支配を広げていく。織田軍徳川軍をはじめ多くの勢力を取り込んだ秀吉の軍事力は凄まじかった。1585年、紀州平定、四国平定。1587年、九州平定。
1590年小田原征伐、秀吉は各地で名を馳せた名将たちを力でねじ伏せ降伏させていった。東北地方で大きな力を持っていた伊達政宗らも秀吉に従った。全国支配を進める中で秀吉は公家の最高位である関白の座も手に入れ、豊臣秀吉と名乗った。こうして秀吉は名実ともに天下統一を果たした。やったー、わしは信長様でさえ成し遂げられなかった天下統一を成したのだ。わしでなければ成し遂げられなかった。秀吉が50代半ばの頃である。この頃には秀吉の実子鶴松が生まれていた。わしの天下はいずれお前に渡すぞ鶴松。この頃が秀吉の人生のピークだった。この後秀吉の人生は急激に狂っていく。チャプター5、最後。秀吉が天下統一してから1年後、1591年、秀吉の弟秀長が病死した。そんな、秀長。秀長は長年秀吉を支えてきた秀吉の右腕的存在だった。さらに同年、息子鶴松も病死する。鶴松まで。家族の相次ぐ死に秀吉の心は乱された。この頃から秀吉の暴走が始まった。1591年、秀吉は自身の相談役であった千利休に切腹を命じる。1595年、亡き鶴松に代わって秀吉の後継者とされた豊臣秀次に謀反の疑いがかかり、その後切腹した。秀次の切腹後、秀吉は秀次の家族を女子供関係なくことごとく処刑した。さらに、民を責めるぞ、なぜそんなことを。秀吉は民の征服を目的とした朝鮮半島への出兵を始めた。天下人のわしに意見するつもりか。いえ。日本軍は海を越えて朝鮮半島に渡り戦争を始めた。朝鮮半島への出兵は2度にわたり実行された。秀吉の始めた戦争は朝鮮半島に甚大な被害をもたらした。そして日本軍として朝鮮半島に渡った武将らもただただ疲弊するばかりだった。我らはこの戦いで何を得たのだ。この戦いに意味はあるのか。まだまだ戦うぞ、3度目の出兵だ。秀吉は3度目の出兵を計画していたようである。しかしこの計画が実行されることはなかった。1598年、豊臣秀吉はこの世を去った。享年62。死因は諸説あるが病死の可能性が高いという。秀吉の死後、徳川家康ら豊臣政権の幹部によって朝鮮に渡っていた日本軍の全軍撤退が指示された。全軍撤退だ。秀吉の死から数年で豊臣政権は崩壊し、最終的に徳川家康が新しい天下人となった。農民から一代で天下人となった秀吉は代々忠誠を誓う家臣はおらず、頼りにできる親類も少なかった。そのためもともと秀吉の築いた豊臣政権は盤石とは言えない状態だった。そこに秀吉の晩年の暴走が加わり、政権崩壊につながったのかもしれない。秀吉が築き拠点とした大阪城。秀吉の死後、大阪の陣にて秀吉の実子豊臣秀頼と共に燃えてしまいました。城跡に現存する櫓や石垣などは江戸幕府によって建て直されたもののようです。今日の名言。梅雨と落ち、梅雨と消えにし我が身かな。なにわのことも夢のまた夢。豊臣秀吉、時世の句。私の人生は梅雨のように始まり梅雨のように終わっていく。大阪で過ごした華やかな日々はまるで夢の中の出来事のようである。徳川家康、戦国乱世を終わらせ江戸幕府を開いた人物である。家康の生涯は苦難の連続であった。その苦難は高齢になっても続いた。家康が関ヶ原の戦いに勝利し幕府を開いたのは彼が62歳の頃である。豊臣家と死闘を行い死にかけたのは74歳の頃である。長きにわたって続く家康の苦難の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、幼少期の苦難。1542年、三河の国岡崎城。松平家の嫡男として家康は生まれる。家康、父親は松平広忠、松平家の当主である。我が子よ、
チッチ。早速だが、お前には今川家に行ってもらう。え？松平家の領地は東に今川家、西に織田家に挟まれており、肩身の狭い思いをしていた。父広忠は国を維持するため、息子である家康を人質として今川家に差し出すことを決意していた。織田家の脅威に対抗するためには今川家の力を借りる必要があるのだ。国のため我慢してくれ。はい。こうして家康は今川家へと送り出された。家康が6歳の頃だった。こうして始まった家康の人質生活だが、その始まりの過程でもごたごたがあった。今川家に送られる途中で織田家に奪われ、織田家の人質になったり、松平の息子はもらった、え、人質交換によって今川家の人質になったり、松平の息子を返してもらうぞ、え、え。家康の幼少期は目まぐるしく過ぎ去っていく。今川家で人質生活が始まってから約10年後、16歳となった家康は今川義元の姪瀬名と結婚する。結婚から2年後、瀬名との子供松平信康が生まれる。信康。おお、嫡男が生まれたか、めでたいの。ありがとうございます、義元様。人質という立場ではあったが、今川家の重臣候補として義元からは期待されていたようである。ただし家康が義元を慕っていたかどうかは別問題である。家康が今川家で人質生活を送る中で、父広忠は死に、松平家はほぼ義元の手中に収まっていた。家康が義元に対してどのような感情を抱いていたのか、その本心は家康自身にしかわからない。信康誕生から1年後、家康は生涯の転機を迎えることになる。チャプター2、一度目の切腹未遂。1560年、桶狭間の戦い。今川義元が織田領に侵攻し、織田信長と戦いを繰り広げた。家康も今川軍としてこの戦いに参加していた。今川軍の兵力なら織田軍を圧倒するだろう。今川軍の兵力は約25,000、対する織田軍の兵力は約30,000人。圧倒的兵力差のため、家康をはじめ多くの兵が今川軍の圧勝に終わるだろうと考えていただろう。しかし戦いは織田軍の勝利に終わる。今川義元は討ち取られ、今川軍は総崩れとなった。終わった。自軍の敗北を知った家康は戦線を離れ、菩提寺である大樹寺に逃げ込んだ。そして、切腹しよう、もう無理だ。家康は切腹を決意した。死ぬな、死ぬならやること全部やってから死になさい。家康は大樹寺の住職東予天室に説得されて切腹を思いとどまった、そして今川家から独立する。家康は今川家からの独立を決意し、独立の道を歩み出した。19歳の頃である。その後家康は織田信長と同盟を結び、徳川家康と名乗った。これ以降家康は天下を目指す信長と共に戦国乱世を渡り歩くことになる。チャプター3、織田信長と家康。尾張の一大名だった織田信長だが、強大な力を持っていた今川義元を倒したことで、その勢力を一気に拡大した。さらに将軍足利義昭の信頼を得たことで、信長の影響力は飛躍的に広がった。飛躍し続ける信長のパートナーとして家康も奮闘していた。しかし影響力が強まるのと比例して、信長と家康の敵は増えていった。二人が特に苦戦したのが甲斐の国の戦国大名武田信玄である。信玄は後の世で戦国最強と評されるほど百戦錬磨の武将であった。武田信玄は勢力拡大する信長を牽制するため、信長と同盟を組む家康の領地へと侵攻した。まずは徳川を叩く。信玄が攻めてきたか。1572年、三方ヶ原の戦い。徳川織田連合軍は武田軍と激突した。その結果、徳川織田連合軍大敗。家康が死を覚悟するほどの負けっぷりであった。武田軍強すぎ。どうにかこうにか逃げ延びた家康だったが、信玄率いる武田軍の強さは圧倒的だった。武田信玄は桁違いの強さですね、織田殿。そのようだな、徳川殿。
窮地に立たされた家康と信長だったが、そんな彼らにとって追い風となる出来事が起こる。1573年、武田信玄急死。はっ、信玄が死んだ今が好機。信玄の死により武田家の勢いは弱まった。三方ヶ原の戦いから3年後に起こった長篠の戦いでは、織田徳川連合軍が武田軍を圧倒している。よっしゃ、武田軍を圧倒したことで織田家と徳川家の影響力はさらに強くなっていく。そしてその支配を全国各地に広げていった。1582年、二人はついに武田家を滅ぼすことに成功する。やったー。家康が41歳の頃である。戦国最大の事件が起こったのは武田家を滅ぼした直後だった。武田家を滅ぼしてから3ヶ月後、明智光秀が謀反、信長様が討たれました。え？本能寺の変、織田家の重臣だった明智光秀の謀反により織田信長がこの世を去った事件である。信長の息子信忠もこの世を去ったことで織田政権は大混乱に陥った。本能寺の変が起こった時、家康は本能寺からかなり近い場所にいた。織田殿が撃たれた本能寺はここから目と鼻の先、いつ明智の兵が襲ってきてもおかしくない。これは無理だ。よし、切腹しよう。はっ。家康は自分の置かれた危機的状況に絶望し切腹を決意する。死ぬなー。まだ諦めるには早いですよ、殿。本多忠勝ら家臣の説得により家康は切腹を思いとどまった。その後、家康一行は死ぬ気で危険地帯を脱出し自分の領地にたどり着いた。どうにかなったな。ええ。本能寺の変から数日後、謀反を起こした明智光秀は羽柴秀吉に敗れ命を落とした。これ以降、家康は秀吉と深く関わっていくこととなる。チャプター4、豊臣秀吉と家康。信長亡き後、天下人の道を歩んだのは秀吉だった。家康も秀吉と戦いを繰り広げたが、勢力的には秀吉の方が一枚上手で、最終的には秀吉に臣従することになる。こんな短期間でまさか関白にまで成り上がるとは、恐ろしいお方だ。織田政権に代わり、秀吉の樹立した豊臣政権が全国各地に支配を広げていった。徳川殿、働き者のあなたには重要な地を任せたい。どこですか？関東です。関東。秀吉は呉北条氏を降伏させた後、家康を東海周辺から関東一帯に国替えさせた。この国替えにより家康は119万石から250万石へと大幅石高アップを遂げた。石高的には大栄転だが、新天地の関東では呉北条氏の残党が不穏な動きを見せており、不安要素も多かった。ぐぬぬ。秀吉にとっては強大な力を持つ家康を自身の拠点から遠ざけたいという狙いもあったのかもしれない。家康さんはちょっと力を持ちすぎてるからな。何はともあれ、家康はこの国替えを受け入れるしかなかった。ありがとうございます、秀吉様。徳川殿は頼りがいがあるな。こうして家康は関東の江戸に拠点を移すことになる。家康が40代後半の頃である。どこであろうと力を尽くすのみだ。おお。江戸に拠点を移した後、家康は豊臣政権の中でいろいろと活躍し、秀吉の信頼を獲得していった。そして、やはり徳川殿は頼りがいがある、わしの目に狂いなし。ありがとうございます。最終的に家康は秀吉の実子秀頼の後見人となり、五大老筆頭として政治を任されるまでになった。そして、徳川殿、後のことは任せたぞ。はい。1598年、豊臣秀吉がこの世を去る。秀吉の死後、家康は豊臣家家臣石田三成と対立することになる。貴様、このまま豊臣家を乗っ取るつもりだろ。はあ、とんだ言いがかりですよ。対立の結果、三成は政治の場から追放され、家康が実質的に豊臣家の最高権力者となった。ぐぬぬ。ふう。このままだと我が豊臣家が家康の引用にされてしまう。
追放された三成はさらなる行動を起こす。1600年、石田三成は家康の脅威に対抗するため各地の武将に協力を募って挙兵した。徳川家康を潰す。三成の挙兵を知った家康は各武将に命令を出し三成に対抗した。石田三成を撃つ。両軍は美濃の国関ヶ原で激突した。天下分け目の関ヶ原の戦いである。この戦いは三成方の敗北で幕を下ろす。約6時間という短時間での決着であった。うふうおお。関ヶ原の戦いから3年後、家康は江戸に新たな政権となる幕府を開き征夷大将軍となった。それから2年後には将軍職を息子の秀忠に譲り、自身は大御所として政治に関わった。天下太平の世がようやく訪れた。家康が60代半ばの頃である。お茶うめえ。このあと家康の生涯で最後の危機が訪れる。チャプター5、最後の苦難。家康が江戸に幕府を開いてから約10年後、1614年、大阪の陣開戦。家康は豊臣秀吉の実子豊臣秀頼と戦っていた。関ヶ原の戦い以降、徳川家と豊臣家との関係は良好とは言えず、いろいろな要因が積み重なって開戦に至った。こんな年になっても合戦か、さすがにしんどいて。この時家康は70歳を超えていた。しかしこんな大問題を放置して死ぬわけにはいかん。わしが死ぬ前に憂いは絶やしておく。大阪の陣は和睦を挟みながら1614年の冬から1615年の夏まで続いた。おお。戦いは幕府軍が優勢だったが、劣勢をものともしない猛将真田信繁の決死の特攻により家康は命の危機に陥る。うおうお。もう無理、もう切腹する。おやめください家康様。家康が切腹を覚悟するほどの大ピンチだった。しかし対局は変わらず、大阪の陣は幕府軍の勝利で幕を下ろした。切腹しなくてよかった。敗軍の将となった豊臣秀頼は自害してこの世を去った。秀頼の死により豊臣家は滅んだ。なんとか終わった、わしの役目もこれまでだな。こうして戦乱の時代は終わった。大阪の陣集結から1年後、徳川家康はこの世を去る。享年75。死因は記録に残る症状から胃がんだと考えられている。家康の築いた江戸幕府は250年以上も続いた。今日の名言。我が宝は我のために命を投げ出す家臣なり。徳川家康。次回の日本史漫画はその後の徳川家。